皆様こんばんは。本日は先日、PC、日光油 19mm、F4E、ED を入手、今後の建築物撮影での本格運用のため、テスト撮影をしたので、ぜひご覧いただければと思います。PC、E、日光油 24mm、F3.5D、ED カッコ、すでに旧製品も所有していますが、もう少し広い絵が欲しくなったのと、そろそろ販売が終わってしまわないか懸念もあり新品にて手に入れました。シフトレンズ、キヤノンには 17mm、ラーアには 15mm がありますが、ニコンは 19mm スタートです。しかし正直なところあまり広すぎても扱いにくいと判断、また比較的新しく、画質も素晴らしいことから今回の選択に至ったわけです。結果はちょうどいい、画角で大満足です。欠点はレンズフードが装着できない、デメキンな上少し気を使います。もちろん晴れ切りも必要。しかし価格に見合ったレンズであることは間違いなさそうです。京都駅前、清水寺でいくつか撮影してみました。後から編集で直す手間も減りますし、より正しい写りになっているかと思います。ぜひご覧ください。ニコン Z9 だとさらにピントも追い込めるので事故も減りました。最後までご視聴ありがとうございました。